さあ、718ケーマン、ベースモデルということで、今回はですね、水平対向4気筒ダウンサイジングエンジンです。ターボエンジンですね。水平対向4気筒のですね、ポルシェ乗るのはですね、本当久しぶりなんですよ。まずはですね、エンジンをかけてみたいと思います。おお、結構大きな音出ますね。まだ排気デバイス別にね、オープンにしてないんですけど、一発目のこのエンジンかける時のドーンっていう音はですね、やっぱりさすがあのポルシェらしい迫力を持って出ますね。もうレスポンスいいですね。あのでかい排気量というよりはやっぱりですね、まあ2リッターの水平対向4気筒なので、エンジンの回転が上がるレスポンスっていうのはもう軽い、まあいわゆるこれがこうスポーツカーのね、レスポンスのいいエンジンという感じがしますね。今まであの水平対向6気筒をですね、随分乗ってきたんですが、大体もう今排気量が大きくて、パワーのあるマシンばかりを乗ってきたんですが、今回は2リッターのターボエンジン300馬力ということで、こいつの試乗をですね、ちょっと行ってみたいと思います。さあ出だし、おお、ドロドロドロっとした感じね。やっぱりフラット6にないドロドロ感の演出、意外と大きいですね。なんかね、 V8 に乗ってるフィーリングにも思えますよ。ちょっと加速する時もこう鼓動感というかね、低い音でドロ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 っとした感じ。水平対向4気筒といえばトヨタの86、そして BRZ も、まあ、2リッターのですね、水平対向4気筒乗ってますけどね、今ちょっとアイドリングストップで止まっちゃいましたけど、はい、今アイドリングでこうやってね、待ってる時にもまたね、 86BRZ とは違った、まあ、より鼓動感の大きいエンジンフィールを見せてくれてますね。もちろんフラット6に乗っている時に よりはですね、この水平対向4気筒は国産の 86BRZ と同じフィーリングを出してくれますが、どちらかといったら 86BRZ もまあチューンアップされたマシン、それこそ 86BRZ は何馬力だったかな、200馬力ちょっと、200から220馬力ぐらいの中でね、出てると思うんですが、でもそういった意味では力強さ感の演出がこの 718K マンのベースモデルでもね、まあ味わえるという感じですかね。もう一発アクセルを開けた時にもね、ドロ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 っとこうね、来る感じ。今意外とね、早めにシフトアップしてしまうので、これはね、スポーツモードとかをちょっと試してみますかね。スポーツモードにすると排気デバイスは開くんですが、だからといってものすごく音が、音量が大きくなるわけではなく、はい、スポーツモードにするとよりですね、ちょっと高い回転を使わせてくれる。今まで2000回転以内でシフトアップしていたものが、もうちょっと2000回転以上まで引っ張るとちょっとこうレスポンス感がさらに良くなりますね。スポーツモードでのシフトダウンのブリッピングもですね、よりちょっと激しくなってる感じがしますね。まあスポーツカーのフィーリングを味わうんであれば、やっぱり S か S プラス、今もう一丁 S プラスにしましたけど、S プラスにすると今度は排気デバイスが一瞬閉じたような、今アイドリング状態ですけどね、今まで乗ってた、まあ、彼らの S とかね、そしてボクスターの 4.0 とかだと、もうちょっとこのスポーツモード、スポーツプラスのですね、フィーリングが、まあ、激しくチェンジするんですが、こいつはですね、それほど大きく、そのエンジンの出力自体がね、まあ、大きくちょっと変化するわけではないので、まあ、使ってる回転数をちょっとより分けてくれるっていう形ですが、エンジンのこう、なんだろうな、力感みたいなものはそれほどスタンダードとは変わらないと思うんですよね。使ってる回転数、回転域をですね、随分変えてくれて、まあ、S にすると、まあ、高い回転をより使うので、まあ、走りをね、まあ、PDK ですけど、より、まあ、スポーティーな走りをするという感じですが、300馬力の力を使うってことに関してはスタンドでもそれほど変わらないのかなという感じがします。私としては現行モデルの水平対向4気筒をね、乗るのはちょっと初めてなんですが、随分とまたあの演出の多いフラット4を使ってるんだなという感じがしましたね。以前ね、あの356もね、もちろん乗ったので、ポルシェの初代っていうのはやっぱりこの水平対向4気筒をね、使っていたと思うので、
その356に乗った時にもやっぱり同じようにですね、鼓動感とレスポンスと、まあ、356車体が軽いんでね、それでもっとこうスポーティーな走りをするっていう、やっぱりポルシェはスポーツカーだなっていうイメージが多かったんですが、どちらかといったらこうちょっとこのドロドロっとした演出はですね、スポーツカーよりもツーリングツアラー向きの、まあ、良さもですね残ってるんじゃないかなという感じがしますよ。ただ、まあ、2リッターですからやっぱりね、そのレスポンスの良さと高速道路を走っている時の伸び切り感の良さね、だいたい排気量の大きい400馬力級のですね彼らとか乗ってるとですね、高速道路を回してしまうととんでもないスピードになってしまうので、どうしても高速道路も下の回転しか使えないんですが、この 718K マンであれば、本当にですね高速道路で、5000、6000までこう引っ張り切るような楽しさもあるので、どちらかといえばですねスポーツカーを楽しむ、走りを楽しむ、まあ、純粋にですね回して楽しむ走りだったら、実はこういったね 718K マン、ボクサーの水平対向4気筒、まあ、リッターぐらいのエンジンがですね楽しめるんじゃないかなっていうのはちょっと思いますよね。改めてね、昔ながらのポルシェの良さもですねちょっと感じさせてくれる、そんな思いがあります。乗ってるねフィーリング、中のフィーリングは今どのポルシェもほぼ同じですよね。いろいろと進化しているものがたくさんあります。このスイッチ類の操作系もですね、私としてはこのステアリングについてるトラックボール、この丸いトラックボールなんていうのはまた新しい展開だなと思いますが、操作感はいいですね。クリック感、そして押した時の接度感も使いやすいんじゃないですか、こういうのも、はい、そして今回はですねなんとアダプティブクルーズコントロールがつきました。今まで911シリーズもですねほとんどが単なるクルーズコントロール、まあ、一定速で走ってもらうのをですね調整するだけだったんですが、今回は全車との追従をしながらのクルーズコントロールがですねついたということで、これも私にとってはですね、おポルシェついにこの黙って前についていけみたいなね走りをですねさせてくれるんだっていうのもちょっと新鮮ですね。さすがにアダプティブクルーズコントロールはですねちょっと、まあ、今までも欲しいなって思っていたんですけどね、ポルシェのスポーツカーにもですねやっと使えるようになってきましたね。もう一つ私としていいなと思ってるのは、はい、スポーツクロノパッケージの時計がですねデジタル時計と、そして今回オプションでこの時計も買えるようになったんじゃないかなっていう感じですね。ここについてはねちょっと後で紹介したいと思いますが、はい、水平対向4気筒のですねドロドロっとした感じを楽しみつつ、今回のケイマンについてですねちょっと詳しく語ってみたいと思います。718ケイマンのベースモデルということで、私が乗ってみたかったのはですね、あの水平対向4気筒、ダウンサイジングエンジンではありますが、水平対向4気筒になったポルシェシリーズをですね改めて現行でちょっと堪能してみたいと思って、今回はですねベースモデルを借りてみました。K1 ボクサーにもですねフラット6、まあ、未だにあるんですよね。それがですねより、まあ、安く手に入るモデルとしては、ベースモデルの水平対向4気筒モデルがあるんですが、今まで水平対向4気筒はですねどうしても日本国産でいうトヨタの86と BRZ のイメージがあるので、まあ、どんなフィーリングになったかっていうのをですね、まあ、ちょっと乗させていただいたわけですよね。しかしですねケイマンはポルシェらしいスポーツカーのイメージで、まあ、もともとケイマン自体はミッドシップレイアウトでエンジンを積んでいるわけですから、国産のトヨタ86やスバル BRZ はフロントエンジンですから FR レイアウトになるわけですよね。水平対向4気筒の良さは低重心であり、その低重心のエンジンをケイマンはミッドシップレイアウトで積んでいるから、まあ、スポーツカーの本当に基本中の基本のレイアウト、まあ、これを楽しめるんではないかなと思います。そして、まあ、大きいのはですねやっぱりあんまり大排気量化しないっていうことですよね。ここのところポルシェ911シリーズから全てこう、まあ、大排気量でパワーを出していくっていう形になってしまったんですが、近頃はですね、ターボをつけることによって、まあ、2リッターエンジンで作る車重、まあ、これ 1.4 トンぐらいですよね。まあ、近頃のスポーツカーでですねやっぱり 1.5 トン 1.6 トンってなるとですね
どうしてもそのパワーはあるけれど、振り回して楽しい走りができないっていうのをね、まあ、かなりちょっと懸念はしていたんですよね。確かに速いし、そのニュルとか走ってねタイムが出るぞって言われても、まあ、我々そんな高速コーナーをね常に攻めるわけではないですし、もちろんサーキット走ったら、エンジンのね出力があった方がいいんですが、普段の街乗りもしくはワインディング、そして高速行ってちょっと飛ばす時にもですね、回しきる楽しみと、あとはやっぱり車を振り回す楽しみみたいなものがないと、どうしてもこう気軽にね楽しめないなっていうところがあったんですが、このケイマンにおいてはですね、今 1.5 トンを切った 1.4 トン、そして低重心、そして車体のですね幅、車体の大きさも含めて今のポルシェのスポーツカーの中では、最もそのコンパクトにまとめてくれるっていう意味で言うとね、私的にはあの素の乗り味を楽しむんだったら、まあ、このケイマンはねすごくいいんじゃないかなと。もちろんオープンカーだったらそこにボクサーっていうのがありますから、素の走りを楽しむケイマンとオープンカーのボクサーで911になると、やっぱりそれ以上の上のグレードになってね、よりまあ豪華さとか、そして排気量のね力強さとかをも楽しむモデルになるかと思うんですが、やっぱりねミッドシップレイアウトというと、まあ、エンジンがこの位置に来るわけですよね。リアタイヤよりも少し前に置かれることにより、まあ、ハンドリングバランスが良くなるわけですよね。これ911とかだと、まあ、リアタイヤのほぼ上に来てしまう、まあ、エンジンの大きさもありますからね、今回は小さな小型軽量のエンジンを、まあ、リアタイヤよりもほんの少し前に進むことにより、これまたハンドリングのバランスがいい。そして水平対向エンジンというと、このエンジンの重心の位置をものすごく低く積むことによる、まあ、対ロール性を上げることができるわけで、これもまたハンドリングのバランスを良くすることができるのが、まあ、ケイマンだという形にもなります。こうやって助手席開けてみますとですね、ミッドシップに置くエンジンがですねシートの後ろギリギリまで前に寄せているわけですよね。まあ、このために、普通ならこのシートの後ろに荷物が少し本来は入るはずなんですが、まあ、このケイマンにおいてはもうその隙間もないぐらいギリギリにエンジンがこう前に来ている、運転席側に来ているという形になりますよね。ただその分逆にリアトランクに荷物を積むスペースが結構多めに取られているという形になります。リアトランクの位置をですねちょっと開けてみますと、まあ、ここにサスペンションのまあ、クリーチがあるんで、ここちょっと出っ張りがあるわけですよね、サスペンションの。そしてエンジンはその前の方にある、後ろのトランクスペースはここですが、下にマフラーとかが、まあ、来ていますから、どうしてもトランクの下はですね上の方まで来てしまうので、逆に荷物を積む量が浅い分、まあ、荷物の取り出しやすさが、まあ、あるというのが特徴になってます。フロントボンネットの下はですねレバーを1回返さなきゃいけないので、実は荷物の出し入れがですね意外とちょっとひと手間あるな、なんですけど、こちらはキーでワンタッチで開きますので、片手でね開けて荷物の出し入れができる。ここの後ろのここの、はい、後ろの使い勝手はですね最もいいんじゃないかなと思います。ただ荷物が大きい場合はやっぱりですね前なんですよね。前ももちろんキーで開くのでねいいんですけど、はい、レバーを1本返してこの深さがあるっていうところも、まあ、やっぱりいいなと思いますよね。もう一つ私がねすごく褒めたいなと思ってるのは、スポーツクロノグラフストップウォッチがですね、デジタルも入りながら中にアナログ時計も入ってるってことで、そこの部分はですね今までいつも時計が見にくいと思っていて、だけどスポーツクロノのでかい時計がですねドーンと、でかい時計じゃないな、ストップウォッチがドーンってあるにもかかわらず時計機能がなかったのが、今その時計機能が中に入りました。デジタルとアナログ、ただ本当はねアナログ時計をでっかくしてほしいなと思ったんですが、まあそれはやっぱりこうストップウォッチらしい、形になってるんですが、それがですねなんとオプションで買えるようになってるのかな。本当はスポーツクロノパッケージを、まあ、買わないと本当はつかないはずなんですが、今回はオプションでそれもつけられるということで、私としてはそんなところもですね新しいモデルの、まあ、良さなんじゃないかなと思います。
さあ今回はですね、水平対向4気筒モデルということになるんですが、私としてはやっぱりポルシェに水平対向4気筒のイメージはほとんどないんですよね。元はといえば356の時代からね、4気筒だったということ、水平対向4気筒だったということなんですが、私のイメージで4気筒というとですね、実はポルシェの944ありましたよね。はい、ポルシェ944の時代が1980年代で、私がそのポルシェに対してイメージし始めたのがポルシェ944と928、928が V8 エンジンなんですよ。そこにはですね、フラット6はなくて直4の4気筒か V8 のエンジンのポルシェの中で、やっぱりポルシェといえばですね、パワーがあるということで、928の V8 エンジンの方にこう心がなびくわけですよね。その時点で944の直4エンジンはですね、まあポルシェの中ではですね、まあかなり安い廉価版というイメージがあったんですが、そこからやっぱり今度は911シリーズですよね。911シリーズはもう昔からですね、フラット6を使っていたと思うので、まあその中でね、やっぱり4気筒というイメージがいいのかどうかっていうのはですね、なんつうんだろうな、廉価版というイメージにどうしてもなってしまうんですが、しかし今こうやってやってみるとですね、その944の時も直列4気筒の時もですね、やっぱり最もハンドリングが素晴らしいと言われていた、要は軽量コンパクトなエンジンをですね積むっていうことの大事さをですね、ちゃんとポルシェもですね本当は昔からやってきていたので、今回はまあ低重心に積む、このフラット4がね、どんなハンドリングになっていくのかっていうのはですね、まあ、これからのポルシェの在り方の中でも、まあ、非常に重要な位置づけなんじゃないかなと思いますよ。でかくて排気量があって、そしてパワーがあるポルシェよりももっとライトウェイトなマシンをですね、このケイマンで本当に実証していってほしいなとは思っております。さあ718ケイマンのベースモデル、どんな人におすすめかというとですね、あのエンジン自体をですね、今まあ小さくして排気量も小さいので、馬力速いなって思わせるスポーツカーというよりは、回して楽しむスポーツカーの楽しさをポルシェの中で味わいたいのであれば、私はですねこの2リッターターボのですね、水平対向4気筒で選ぶのはいいんじゃないかなと。回す楽しみっていうのがあります。そして振り回す、まあハンドリングですよね、車体の軽さも含めて、最もね、コンパクトな車体なので、それを振り回す楽しみっていうのもあると思います。豪華さ、ポルシェだとね、やっぱり近頃豪華なマシンを選びたくなるんで、911とかね、ボクサーの 4.0 とかありますが、本当に素の走りをポルシェで楽しみたいんであれば、このケイマンか、そしてオープンカーになれるボクサーの、まあ、ベースモデルをですね選んでいただくのがいいんじゃないかなと思っております。以上、丸山博史でした。今日もご視聴ありがとうございます。この動画がいいねと思った方はグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。ただいま MSTV ではチャレンジ女子アナ男子キャスター募集しております。また番組制作スタッフも募集しておりますので、どしどしご応募お待ちしております。詳しくは詳細欄をご覧ください。